どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。はい、ということで田畑さんにお越しいただきました。本日もよろしくお願いします。お越しいただきましたってか俺の事務所だけど、はい、で今回はですね、ホワイト企業に入ることが幸せなのかっていうことをテーマにちょっと議論をさせていただけたらなと思っております。就活生が企業選びで注目する上位3位はなんとですね、福利厚生制度の充実が1、社員の人間関係2、3つ目が、企業経営の安定性なんですよね。でその他達成感とかやりがいとか成長とかは後に続いてるんですけども、この3つが上位3つということで、この結果は多くの就活生が働くことそのものを楽しむことっていうよりは、自分のプライベートの時間をどう充実させるかっていうところに意識が向いてることがわかるんですけども、このことについてですね、個人的には働くことって楽しいよとか、やれることとか幅が広がると見える景色も変わるから、楽しく働く人を増やしたいなって思ってるんですよね。ホワイト企業っていうのは単純に仕事が楽でそこそこ安定しててお金がもらえる会社、平たく言うと早く帰れる会社っていうこととしたら、ホワイト企業って本当にホワイトなのかなと思ってるんですよね。ただただ真っ白ってことになる、うわ何もないってことなんじゃないですか。ホワイトってなんだみたいな話あるんですか、はい、それってなんだかって、短ければ短い方がいいってことは、それって案に仕事って苦しくて嫌なことだから、それは短ければ短いほどいいよねっていう価値観を裏に持ってるよね。じゃなかったらなんで短くなることでみんな喜ぶのか分かんないでしょ。一般的にやっぱ仕事は苦しいものとか嫌なものって捉えてる方が多いと思います、うん、でそれはまあ現実としてはもちろんそうだと思うんだけど、一番何が世の中で格差社会があるって、資産の多い少ないでも収入の多い少ないでもなくて、仕事を単なる苦行と思ってる人か、仕事ってやり方次第ですごく面白くなるし他人に喜んでもらえたり自分ならではの生きがいや達成感や充実感を得られるもんだなんだと思ってるかどうかっていうところが一番格差がある気がする、うん、意識に。やりたいこととかなりたい像があって手段として働くっていうことがあると思うんですけど、とは言いつつそう思えてない、もうやりたいこととかなりたい像がわからないからやっぱり辛いなって思う人が多いんですよね、現実問題、うん、ホワイト企業に入りたいって思うマインドセットを変えるために仕事ができるっていうことを増やさなきゃいけないなとは思ってるんですけど、田畑さん的にはやっぱり仕事ができるようにならないと楽しくならないっていう感じですかね。もちろんみんな勝ちにこだわるわけじゃないですか。勝ちにこだわるともちろんいろんな約束事や戦術やないが増えるじゃないですか。日本代表に入ってサッカーしてる人は監督の指示通りに動く子まで社畜のようにつまんないサッカーをやらされてるんですかね。プロ野球選手だってさ、みんな1球ごとにもしかしたらサイン見てるかもしれないけど、それって上司の言われたことを言われた通りやってるしょうもない社畜なんですかねと。いや、さすがに多分みんなそうは思わないじゃないですか、はい、レベルが上がって真剣勝負が逆に最高に楽しいんですよね、やっぱり、うん、っていうことなんだけど、みんなやっぱそこにね気づかないのかな。いや、どうなんだろうなっていう。ビジネスも人との駆け引きとかやっぱ面白いじゃないですか。こんな面白いゲームないと思いますよ、僕は。はい、ビジネスっていうのは全人類参加型の僕はソーシャルゲームだと思ってるんですよ。一般的な就活生および新社会人とかやっぱできることが少ないとか自分が何の能力があるかわからないからこそ楽しさってまだ見出してないと思うんですよね。まあ言ってみればそれはわかります。とはいえ条件面、福利厚生があるかとかやっぱちゃんと休みがあるかっていうのを見てるのが現実問題あると思ってて、福利厚生とかを気にするってことは逆に仕事の中身を気にしませんって言ってるに等しいんですよ、僕から言わせたら。そんなことばっかり気にしてるから、逆に言うと福利厚生さえ充実してたら仕事の中身クソつまんなくて穴掘って埋めるようなこと毎日やってても君はいいんだっていう。我々のインターン生の中でホワイト企業に就職したいっていう子がいるんですけど、今の話聞いてどう思いますか。ホワイト企業って言えばどういうホワイト企業なの。化学メーカー。それがなんでホワイト企業なのか俺はよくわからんけど、競合がいない分その分競争しなくていいからとかっていう認識なんですけど、給料上げて条件面が一番の優先順位ってことですよね。そんなところで例えばさ、外資系のさ化学メーカーとか入ったらさ、会社としては独占してるかもしれないけど社内の競争って結構厳しいと思うよ。ホワイト企業が多いってだけであって、ただ化学業界に入ろうと思って。だからホワイト企業って何を持ってホワイト企業っていうのか俺もよく分かんない。典型、僕のイメージはそのインフラ系とかなんですけど、電気ガス水道とか。多分優先するところはもう休みの日数とか、あとはその給料が安定してるかどうかとかですよね。そうです。もうそれ以外はあんまり興味ないっていうことだよね。とか、はい、薬品補助が出るとか。 JT だってリストラしてるんですよ、タバコの。 JT なんか俺からしたらかなりホワイトな感じだと思うけども、ね、
あるいは東京電力みたいなことだって原発事故起こってあんなことになったりとかしてボーナスが飛んだりとかするじゃないですか。その瞬間どうします？辞める？ホワイト企業の恐ろしいとか、ホワイト企業になれちゃうと他いけないよ。もうしがみつくしかないですよ。ホワイトっていうのは雇用は守る代わりにそれ以外は全部言うこと聞けって言われたら大体ホワイトだから、本当のホワイト企業って本当にホワイトなのかなみたいな思うんですよね。バニーにとってのホワイトなんてないんですよ。その人が好きで得意なことをやらせてくれる会社だったら客観的に見たら超ブラックなのに、その人ってむちゃくちゃホワイトかもしんないじゃないですか。俺が言いたいのはそこなんですよ。君が自分が好きなことや得意なことを認めてくれる会社だったら世の中的には超ドブラックって言われるかもしんないけど、君にとってホワイトになると思うんですよ。何がホワイトキーパーって結構哲学的な話に究極になっちゃうんですよね。そうですね、一般的な就活生はこの意見だと思います。ブラック企業が嫌なんですよ。やめればいいじゃないですか。自分がブラックだと思ったらその時やめればいい。だからバーニーにとってのブラックもないし、バーニーにとってのホワイトもなくて、あくまで人それぞれなんですよ。それなのにどっかに万人が認めるホワイト企業があって、そこに入れば事実で安泰だと思ってる発想があるんだとしたら、俺はそれは大間違いだと思う。6時に帰りたいってことだよね。6時に帰りたい。で、何のためにでも6時に帰りたいの？7時からサッカー見る。サッカー関連の仕事したらさ、テレビじゃなくてさ、かぶりつきで見れるかもしれないじゃん。確かに。スポーツジャーナリストとかさ、スカパーとかバーバーとかさ、それこそ電通みたいな会社に入ったらさ、テレビの前で見てんじゃなくてさ、サッカーどんだけ見てきてもいいし、ヨーロッパだって行ってこいよみたいになるかもしれない。それって超ホワイトじゃない。年収と労働時間が確保されてたら、いやもうそんなもんだっていくらだって君の能力と工夫次第でなると思います。どう思いますか？その通りです。仕事が楽しいって思うのはできるからじゃないですか。でも例えばさ、サッカーそんな好きだったら、はい、今回のこのチャンピオンズリーグのこの試合は僕はカクカクしかじかで、こういうところに分かれ道があって、ここがこうだああだみたいなこと厚苦しくなんかノートとかブログで書いてる人いっぱいいるじゃん、記事を。そういうのでもしさ、君の記事がすげえイケてんだったら、この図から評価されて、ぜひ交通費でも旅費でも出すから、ヨーロッパでも何でも見に来てくれとか取材してくれっていうメディアが増えると思うよ。でそれぐらいになれないんだとしたら、大して才能がないっていう。相対的に才能がある分野を見つけるべきですよ。それはね、いい議論で、ずっとおっさんになっても人間好きなことだから苦にならずに延々とやれて、だから上達するから他人に対しても価値提供できてできるようになるっていうことと、得意なことと好きなことは別なんだから、好きでもないかもしれないけど得意なことをやってそこで稼いだお金で好きなことをやるべきだっていう人と、きっぱり一つ分かる。両方あれだけど、僕はやっぱ好きなことやってる方が人間ハッピーだし、好きだからこそ頑張れて結果的に得意にもなるんじゃないのかなっていう。タロさんのお話で言うと、選択肢があって自分から選べるっていうのがある種の幸福度に関わると。そうそう、自己決定してるってことが大事だから、主体的に行動できるにはやっぱり実力がつかないといけないっていうんです。みんなが持ってる永遠のホワイトなんてないよ。自分のホワイトは自分で作りましょう。自分色に染めるということがホワイトなんじゃないですかね。ホワイト企業に入ることは幸せなのかっていう今回テーマだった。いや、だってホワイト企業に入ることは結局幸せになるテーマだから、その人の幸せとは何かっていうことと恋の裏表の問題なんですよ。ホワイトとは何か自分なりに定義づけすることが大事で、もう一般的なサイトとかで載ってる福利厚生がどうとかっていうのは自分にとってホワイトかどうかの条件ではないっていうことは知ってほしいなっていうふうに思います、うん、なかなかホワイト企業と言ってもそもそも労働とはみたいな定義づけになると思うんですけど、好きなことだったらもう時間関係ないっていうことですね。いろんな選択肢を見た上で自分なりのホワイト企業とか幸せな人生の選択肢を選んでほしいなっていうふうに思います。ということで田畑さん、本日は議論させていただいてありがとうございました。どういう会社を選ぶとかってことは結局自分が死ぬ時振り返ってどう生きたいかみたいな、究極そこだからね。なかなかこれは哲学的な深いテーマで、別に一方的にこうだとかああだとか決めつけるべきもんでもないとは思うんですけども、まあもう最後だから自分の答えを出すしかないですよ。俺は俺だ、私は私だって、だからこれでもういいんだって思えるものに巡り合ったらそれが幸せなんじゃないですか、ね、次3年生ということで就活を始めるということで参考にしていただけたらなと思います。いよいよ本格的におっさんの説教みたいなダラダラした本当に幸せなのかっていうテーマだったんですけど、次回また別のテーマで議論できたらなと思います。タモ、はい、さんのチャンネルも下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。